本当韓国한눈だけ見てもこう26年っていう時間がまあどれだけすごいのかこう感じることができました。皆さんこんばんは、ティライです。今日はこう V6 についてお話してみようと思います。まあ皆さんが僕よりもっと詳しくしてると思うんですけど、まあ、ちょっと短く説明すると、1995年9月4日にこうデビューをして、今まで6人で、まあ、ちょっと26年間こう活動しましたね。でも2021年、だから去年ですね。去年の11月1日に解体したそうです。だから多くの方たちがこう V6 についてのこうメッセージを、まあ、多く、まあ、してくれたんですね。こう韓国アイドルは、まあ、寿命が短くて、まあ、韓国人としてはこう26年が、まあ、本当すごいと。そう感じました。 V6 は2000年の時 K-POP にも多く影響するくらい、まあ、韓国でもすごく人気でしたね。多分韓国で V6 は2000年の時修学旅行のペロディの主人公で思い出す方が多いかも。その V6 がもう解体したんですね。結構前、韓国記事になったのをもう見た覚えがあるんですけど、もう11月になりました。本当時間が早いですね。所属事務所の言葉によると、解体はみんな一人一人として、これからの人生のため、前向きで決めたらしいです。メンバー全員40代になった今、V6 は6人じゃないと意味がないんだって。そう言いましたね。こう解体っていうと、まあ、対応するっていう、まあ、そういう認識があるんじゃないですか。でも V6 はもっと成長して、まあ、次の段階にこう進むためだってそう書いてますね。ちなみに森田さんはこうジャニスからこう抜けるけど、まあ、他のメンバー5人はこうジャニスに残るらしいです。まあこの知らせを聞いたこう韓国反応を一緒に見てみましょう。コメントも500以上あるから、まあ、全部読むのはできなくて、まあ、全体的な反応だけ見せますね。愛してる、V6、泣き泣き。V6 も解体するとは、泣き泣き。は、私が子供の時から活動してたグループなのに、なんか気分が変だ。いい歌が多かったのに、本当残念だ。解体するにはまだ早い。今もかっこいいよ。私は V6 が解体するのが一番残念に思う。やばい。V6 が解体だとやばいね。V6 さよなら、泣き泣き。ダーリンっていう歌は今も聴いてるよ。心が空っぽになった。本当なんか、まあ、一つの時代が下がるみたいな感じ。泣き泣き。もちろんみんなこれから活動頑張ると思うけど、って書いてますね。そしてお疲れ様、本当に好きでした。お疲れ様でした。いつもいい歌ありがとうございます。お兄さんたちも幸せになってね。だったらもうジャニス先輩組はキンキだけなのか。まあこういう反応は結構多いです。本当もうキンキしか残ってないのとか、キンキしか残ってないのが本当衝撃だね。最近ジャニス多く変化する感じ。ジャニス上の世代はみんな解体か、まあ、活動中止だなっていうこういう反応もあるし、キンキしか残ってないっていう反応が多いけど、まあ、TOKIO もいるよ。音楽活動はしないけど3人で活動してるよって、TOKIO もいるっていう、まあ、そういう反応も多いですね。まあ、大抵みんな泣いてますね。V6 を知らない若い子たちは、26年自分の年より多いとか、日本アイドルは長生きするから、まあ、羨ましいっていう、まあ、そういう反応もありました。そしてやっぱ韓国でもファンが多いから、まあ、自分の思い出や、まあ、好きな曲を書いたり、まあ、行かないでっていう、まあ、そういう反応も多いですね。本当韓国反応だけ見ても26年っていう実感が、まあ、どれだけすごいのか感じることができました。新しいアイドルも多くなってるけど、
なんかやっぱこう亡くなるグループを見ると、まあ、個人的にちょっとこう寂しくなりますね。こう V6 の言葉通り、まあ、もっと成長する姿をこう楽しみにしますね。まあ、また気になることや、まあ、聞きたいことがあれば、まあ、気楽に聞いてくれると嬉しいです。まあ今日はここまでです。僕の動画見てくれてありがとうございますね。楽々。